第3前曲がり川橋梁は、長野県千曲市長野市の千曲川に架かる、北陸新幹線の橋町557.1メートルのトラス橋、上田駅長野駅間に位置する。元橋は、北陸新幹線高崎起点から105キロ615メートルから160キロ172メートル10に位置する。騒音対策として、コンクリート商板を施したが、 コートラスケタの特徴である定時長であるメリットを可能な限り損なわないためにコンクリートには軽量骨材コンクリートを採用し強梁構造の経済化を目指した。また対抗性サビ安定化処理した対抗性工を用いて保守管理を提言した。北陸新幹線の軽井沢駅長野駅間は1991年夏に寄港した。株は P1 P7 橋脚がオールケーシング工法の直径1.5メートルの場所ち区域基礎 P2P6 橋脚はニューマチックケーソン基礎工法によるケーソン基礎であり、非出水器の11月から5月の施行で2年を要した。上部工は高水式部を非出水器のトラッククレーンベント工法、低水磁器部を通年のトラベラクレーンカンチレバー工法によって仮設した。 第3 0 0曲り川橋梁は1996年3月に竣工し、1997年10月1日に開通を迎えた。ありがとうございます。